はい、ここはどこですか？今から？はい。もう景色はここじゃ。アマゾン？秘境アマゾン。アマゾン探検にやってきました。ね、アマゾン探検隊。アマゾン探検隊。はい。はい。はい。おお。何やってんの？すごい、ほら、すごいね。ね、すごい。満潮で引き潮だからね。満潮で引き潮。今干潮ですね。今干潮ですね。ちょっと皆さんね、分かりにくい説明のしか。今干潮です。はい。今満潮が引いてるの。そう、今干潮ですね。まあ、こんな感じ。間違いない。ね。ほら、もう自粛解除してさ、ちょっとなんかこう自然を見にね、1時間ぐらい暇があったらこういうのもいいかなという。何、エコツーアーっていうの、なんちゅうの、こういうの、自然のほら、エコツーリズム、日本人だからわかんない。うん、こういうのもありかなっていうことですね。ね、うん、ここはね、すごいマングローブがね、うん、いっぱい。マングローブ畑、畑じゃない、林。マングローブ林。まあ、あの海に近い、あの河川敷にある植物を、まあ、総称してマングローブって言いますね。これ今生えてるのは八重山ヒルギですね。タコ足みたいになってる。ほらほら、見て見て、ちょちょ、ほら足元に、ほら、ちっちゃいカニ、ほらほら、いっぱいいっぱい。ね、いるね。このカニってさ、ちっちゃいけど大きくなるとガサミってやつ？違う。あんた、こんだけいっぱいガサミがおったら、もう大量発生やんか。違う違う、ちっちゃい大量発生してるけど、これほら、また弱肉強食で、これを食べる人がいて生き残ったのが大きなガサミになると。ちっちゃいでしょ。これ何？南コメツキガニ？コメツキガニって、ほら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 、グリ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 ってほら潜っていくの。片方だけあるのは塩マネキ。あのほら、おいでおいでっていうやつでしょ。うん、あ、これ水いいね。ね、は？何？え、ちょっと待って、これ。あ、殻だった。あ、ほんでね、ここね、地元の人たちが、おじいとかおばあが、あの、アサリ貝？貝掘りに来る。そうなの？うん。いっぱいいるの？いっぱいいるよ。見たことないね。もうほら、あんなところでさ、みんな貝掘ってる。ほんと、この透明度よ。ね。うん。めっちゃ綺麗。暑いけど涼しい気がするね。風はちょっと涼しい。あれだ、水が多いからマイナス4がするんだから、うん、確かに確かに、海の水が違うからね。ね、こっちは上流、バンナの方から流れてきてるからね。これ登り切ったらどこ行くか行ってみたくない？だから、あのバンナの方にずっと行くよ。だから一度探検。空と海がつながる未来まで見えてしまいそう。ティーダーティーダーライ、両手広げて。ティーダーティーダーライ、光集めて。ティーダーティーダーライ、今を楽しもう。
てしまいそう。覗いてみようかな。何やってんの？ホースはいりません。おじいだからね。すごい、このテントの中のこの日だまりがいいね。ほんと木陰は涼しい。かなり引いてる。すっごい遠浅。すごい、でも綺麗、ね、見て、ちょっとこの今この映像がすごい綺麗。この胸にある思い。日に行くと暑い、うん、日差しは痛いね。いっぱい立ってる棒はなんだろう。うまく言えない。中途半端な年頃で大事なのは負けたくない気持ち。迷う自分にいつも言い聞かせて。どんなに不器用、ね、ちょっと帰ってやることあるから帰ろう。ね。よっしゃ帰ろう。よっしゃ。よいしょ。
帰ります。帰ります。以上です。え、終わり？終わり。はい、じゃあね。